井翔平チャンネルでは企業案件を大募集します。お店、商品、個人の方大歓迎です。興味ある方は概要欄にあるメールアドレスからご連絡お待ちします。今日こういったやつです。昔逮捕されたみたいな聞いたんですけど、まあ当時その付き合ってた彼女と喧嘩してイライラがやっぱ抑えれなくなって、でその彼女、当時の彼女の住んでる家で待ち伏せして彼女が出てきたところを襲って、まあ、髪の毛掴んで家の中一回入れろみたいな感じで、家入る前にまず彼女の顔面2発殴って、で正直そのあざになるレベルで殴って、インターホンが鳴って警察の方が 4,5 名いて、警察の方の、まあ、車に乗ったんですよね。いろいろあの、まあ、悪いことをしてきただろうけど、はい、まあ、こう違ったことはまあ許されることじゃないよ ね、 そうですね。女の子を殴ったりするとか、はい、もうこうやって今トップダンディラブにいる以上はもうこういうことを絶対ないように、女の子を悲しませてお金もらうんじゃないかね、はい、女の子に価値や楽しみや接客を与えてお金もらうんだから、そこだけ勘違いしないように、はい。話長いって言われる？めちゃめちゃ言われますね。やっぱりですか。こう話非常に長いですよね。そうっすかね。フリーだったらさ、鬱陶しいじゃん、自分の話長くされて。あ、まあまあそうっすよね。かっこいいや黒髪。あれはドッコイさんのおかげです。本当に美容代出していただいたの、美容室で。いや、売れてくれよ。あらす。素晴らしい。あらす。待って、それほどにかっこいい。どうしよう、一個言っていい？まずお尻に似てるの。あ、本当ですか。そこまで言ってもらえると嬉しいです。こっち見ないで。いや、本当ですか。あ、あっさ、見直ししましょう。あんまり、とりあえず、まず時間なくて、マジでかっこいい、本当に顔が好きすぎる。あっす。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あっさ、じゃあとりあえず、飲み直ししたいな。1月から入ったばっかで、指名もらってないんで、初指名になるんで、自分のトップダンディラブでの指名童貞頑張ってほしいなと。9、8、7、6、おはようございます。なんか好かれてませんでした。そうですね、結構あの、まあ、呼んでいただいてたんですけど、まあ、ゲイの方だったんですけど、ナイキのルイさんとかにもどうやってつけばいいのかなみたいな、めっちゃ相談してたんですよ。でも実際やっぱルイさんが言われてたのがやっぱりその女の子と思って普通に接客したらいいよって言われてて、で実際ついてみたらもう本当にその通りやなって感じで、まあ、やっぱめちゃめちゃそのかっこいいかっこいいって言ってくださって、いや本当にあ、まあ女の子やなって感じがして、語り癖がすごいって語りますよね。お前普通に2時間語るの。いや飲み直しはしたいんだけど。じゃあしましょう。したいんだけど、はい、この後マジで一緒に帰らなきゃいけないし。じゃあ一緒に帰ってその後戻ってきてください。戻ってこれないんですか。ありがとうございます。はい、ちょっと今時間があれで、はい、まあ電車の時間ビールを飲んでいて出ます。食べなさい。ありがとうございます。違うよね。そうそう、だって親密度足りてないですもん。まあそれはそう。ありがとうございました。バス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 。はい、親密度足りてないのが言われてますか。そうですね、まあ、でも実際それはそうかもしれないですね。やっぱそのまだ関係性とかができてないのにちょっといろいろと飲み直しをちょっと煽ってしまったなと思うんで、はい、次反省して。そうですね、反省するとか反省して、はい、話す。ケン、どうしたんですか。2日前なんですけど、はい、ケンがルイに、はい、お前昨日と同じ靴下じゃないって突っ込まれとったんですよ、はい、多分見えたんでしょうね、はい、でその時にケンがキョドっとってなかなか答えなかったんですよ、はい、でケンって多分嘘つく時ってなんかどもるんですよ、はい、ちょっとわかります。本当のことだったらすぐ、はい、あ、違いますって片言で言うんですけど、はい、どもったんですよ。でもなんか否定したそうな顔をしてたから、え、お前まさかさ、パンツもさ、一緒じゃないよねって言ったら、いや、そこは違いますって言ったんですけど、はい、でも、キョトとったんですよ、はい、でも、これ、鎌かけようと思って、はい、え、じゃあ、靴下は一緒やろって言ったら、はい、あ、いや、みたいな感じだったからこれ、いや、これ多分パンツも一緒やろって思ってでも、その日に、もう一個面白かって、はい、ケン
て、基本あんまサボらないんですよ、はい、まあなんか寝が真面目やから、はい、たまにトイレこもってサボるやつとかいるんですけど、はいはいはい、なんか一人押せえやつおるなと思ったら、はい、まあそれ結果ケンやったんですよ、はい、でも珍しいなと思って、はい、でケンに釜かけてろと思って、はい、お前さトイレでしこってたのって言ったら、はい、靴下の着た時の反応したんですよ、はい、あみたいなこいつやってんなと思っていやお前絶対したっしょそら否定しないですよあいつしこってたっすねえぇ、ー、ケンそこでそこのトイレえぇ、ー、本当にしててしてないです本当にしてない靴下のパンツは書いてなかったの除菌曲あります最後でも3日くらい3日オナニーしてないオナニーはここじゃなくてベッドの方は絶対気持ちいいからここでやらないですよパンツ変えてきてもしっかりはいお腹に分かりましたフェルド人がもずっと不機嫌だったじゃんこっちが普通に話しても返しがなんか変じゃん返してるうんとかしか返さないうんでいいじゃんうんっていうような話をしてるいつもだったらうんじゃないでしょまあ反応してくれたら反応しなかったからいやだからいつも通りじゃないから変だなってこと変だなって言ってるからこっち言ってないじゃんこっち話しかけないわかんないよ。何よくわかんないよ。それがお願いだから。そして帰ってこないで。じゃあ無事しょうないのじゃ。あそじゃあ。まあ、じゃあもう一生なくていいさい。今日お金返して。一生なくはい分かった。持ってっていい。分かった。そうですか。持ってくわじゃあ。冷めた。いやおかしいけど自分だって分かんないんだ。分かんないからもう。そうですか。終わろう。そう自分は直した方がいいそれ分かり合わなくていいから。釣り合う人がかわいそうだよ、普通に自分の機嫌悪い時、それに相手に合わせてさおかしいじゃん機嫌悪いとかじゃないよいやいや、機嫌悪い機嫌悪いんだよ悲しいことがあったとか、そういうことじゃないか機嫌悪いじゃなくて悲しいことがあったじゃなくて、自分が機嫌悪いじゃん自分でそれ思わないおかしいんだって良くないと思ってるよ良くないって思ってるんだったら、じゃあ自分が悪いって思ってるじゃん助けようとしてるじゃん説教してるだけじゃん違うよ説教して謝らせてるだけじゃん違うよいや違うよ違くないよ何してくれたの昨日昨日だって話しかけてただろ普通何よ風呂場の方でさ一人でうずくまってる時普通に話しかけたじゃんそれでじゃあ機嫌直してくださいのサインだったの機嫌直してくださいじゃなくてどうしたのって聞いてたじゃん話したことしたし話したらいつもみたいに当たっちゃうから、うん、当たんねえよ話さない方がいい最初から言ったじゃんでそれなのに話しかけてくるからなんでさまた喧嘩になる方に持ってくんだろうなって思ったわけそれ日によって変わってるんだから毎日毎日言ってることがやってほしいこととか今だって今この瞬間さっき言ったことは助けて俺何も手助けしてくれないじゃんって言ったじゃん昨日何も話しかけない方が良かったじゃんどっちが正解なの話しかけるのが助けじゃなくて変わる手助けがないって言ってるの君の中で親に返す分で俺どうしてられるのじゃお返すって言うのお返す450円だからそれは全部俺も返すよ全部やってさ見てるのにあげもとてもつまんできるわけないじゃんプロミス行けアコム行けなんとか行けそれが辛いって話をしたじゃんお母さんお金って消費的に借りるの嫌だっていう話もしたじゃん